下木温駅は、広島県広島市浅南区議温3丁目にある、西日本旅客鉄道壁線の駅である。駅番号は、JRB06。なお、戦前の高速鉄道敷設計画である通称、弾丸列車計画では、当駅付近に、車両基地を設ける予定だったが、実現することはなかった。島式ホーム1面2線を持ち、行き違い可能な地上駅。 ホームの有効調は4両編成分。駅舎は線路東側にあり、ホームへは壁寄りの構内踏切で連絡している。改札外の駅舎内には飲料などの自動販売機が設置されている。トイレは改札内の駅舎内のみある。壁駅が管理し、JR 西日本関連会社の JR 西日本中国交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅となっている。 アイコカが利用可能。JR の特定特使内制度における広島市内の駅である。安全側線はない。線路有効長はやや長く4両編成以上の列車の交換も物理的には可能である。駅スタンプはハイキングの名所武田山のある駅。緑の窓口が設置されている。緑の窓口営業時間は6時30分22時。乗り場は駅舎側から。 以下の通り、この他に側線が一本あり、補線用の車両の留置に使われている。かつて貨物を取り扱っていたこともあり、構内はやや広く、以前は蒸気側線以外にも側線があった。駅舎の北側には貨物取り扱い施設を転用した駐輪場があり、貨物ホームも自転車置き場として現存している。以下の情報は、広島市統計省及び、 広島市西洋欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車人員は、乗車数と降車数が同じであると仮定し、年度埋葬数を365で割った後で、さらに2で割った値を、小数点第2位で、四捨五入、小数点1位の値にしたものである。当駅は、2015年度以降利用客数が、大町駅を上回り、壁線で、最も利用者が多い駅である。 ありがとうございます。